ホストによる売春強要の売りかけ問題について、堀江貴文氏が自己責任論と発言。続けて、強要は暴力などではなく、実態はホストにお願いされて働いてると主張。確かに、本当に強要であれば、それはまた別の問題です。この問題は現在国会でも議論されています。借金をする人は、ホスト通い以外の理由の方が多いわけですが、女性が自ら選択し、ホストで遊び、ホストに借金、お金が欲しいので風俗で働いている。そのことに対して国の税金を使い、国会で議論する必要が果たしてあるのでしょうか。中には未成年もいてホストに騙されるのは問題でしょう、という人もいるのですが、本来ホストクラブには18歳未満は入店できません。皆さんはこの問題をどう考えますか。登録をぜひ。